どうも、ボビーアトレザーのボビーです。今日はあれですね、この放送をやってる時間は、日はですね、えー、令和3年の3月3日、3並びの日ですね。えー、ボビーアトレザーのアトリエからですね、ライブでお届けしております。で、えー、今日は水曜日ということでですね、えー、ここか、制作の話ということで,ですね、えー、まあ まあ5回にわたってね、えー、や,ってますあのやってますけどね今日は6話目ですよ。えーね、これ、これです。えー、バルハット完成への道のり、えー、その6、六6、ね、6です。第6話。ねえー、お付き合いいただきありがとうございます。ねえー、まあこれもね ゆゆくゆくはまだアーカイブとなってです、ねえー、いろいろね、まあ、資料性も高くなってきますしね、まあ、そんな感じでお付き合いいただければ幸いです今日も動画をですね、えー、用意してますんでねであれですよこのハットをね、あのー、ずっと作ってて、えー、今日もですねハットを作ってやっと完成しましたこんな感じですね、えー、これ新作です はいえー、2021年 <laughs> 一発目のね、えー、一発目かなまあまあ、ま、新作ですねあの本当にね、えー、いい感じで、えー、完成しましたでですね、うんえー、それではですね、えー、今日の6回目のねこのお放送ですね進めていきたいと思いますじゃあ,あどんどんいきましょうかえー、ね まあ、こんな感じでね、えー、これはまあ完成した時の、まあ、イメージですよね、うん、こういうものがですね、えー、最終的にはあこの形になっていきますねいい感じでしょねでまずはですね、えー、先週に引き続き皮、えー、紐をですね、えー、カットしていきます カットねでこれもですね、えー、こんな感じで、えー、定規でね、えー、オルファを使いながらですね、えー、滑らしていきますねプルアップレザーをねこうカットしていくんですけどね,ねこんな感じでね、まあ、こう1本ずつねこういうふうにカットしていきますそしてですね、えー、これですね えー、パーツ今度はねパーツを今度ねつなぎ合わせていく工程に入りますね、えー、これは、ね、あのこのクラウンの帽子のねこのクラウンのところをですね、えー、組み立てておこうかなという工程ですねでこれはあのー、両面テープですね5ミリこれはまあご使ってるのはあ5ミリ厚のね、えー、厚みが5ミリの 両面テープをーこうねあの両耳のこのつなぎ合わせるところにね、えー、仮止めというかあ貼ってきますあの,のりねあのゴムのりとかでもおできるんでしょうけどもね、あのー、ちょっとこうお荒らして皮をね荒らしたりとかね表面をね荒らして、えー、ギザギザにしたりとかあすればいいんでしょうけども、あのー、ちょっとずれたりとかした時にあのゴムのりがねあのむじゅっと,となっちゃうんでね でまあ仮止めも兼ねてですねでまあここはあ僕はあのここな両面テープをですね貼って、えー、組んでますね、うん、はいこんな感じでねえー、まあ慎重になんかやっとこうお組み立ててるっていう感じになりましたねうん。 ねこうつけてねでまあ,あこれをですね、えー、今度はですね、えー、場所を移動してですね、えー、つなぎ合わすためにですね、えー 土で、あの、ポンチをね、使って穴を、開けていきます。ね。やっと、こう、組、組み立ての、工程に入ったという感じが、しますね。やっぱり、こうね。うんで。こんな感じでね。一本ずつ、だ、あの、打ち込んでね。えー、穴を開けて、い、えー、きます。ね。まあ、これもね、あのー。躊躇せず。ね、えー、失敗はできないですけども、も一度開けた穴はね。けど、こう。 躊躇せず,躊躇せずね垂直に、えー、大体、えー、僕の場合2回ぐらいコンコンでやるのかな、うん、<laughs> なんかこんな感じでね,、えー、ね打ち込んでいきますけどねで途中でねこうポンチの中に、えー、やってカスをですね取ったりしながらですね まあピントは今あの小土ちに、えー、おおってますけどね <laughs> こういう感じで、えー、これはね、えー、なんかこう段違いにね、えー、革紐をね構成するんでね互い違いな感じで、えー、穴を開けていってますね、うんまあ、時折こうピントがあの甘い時もありますけどもその辺はご了承ください。<laughs> ね、このように、えー、していきますそれでですね、えー、さっきこの穴を開けたあでしょで今度はやっとこう革紐をですね、えー、レース針ってね専用の針にね、えー、取り付けて編んでいくんですけども、えー、このカッターでですね,、えー、こ,うねこ,うこういうふうにカットしていくんですね。 最初最,高最,あう最初をちょっと斜めにしてねでまああの針を通す穴がですね、えー、ちょっと細いんでねこう頭を潰してですね僕、まあ、これは僕のやり方ですけどねこれ誰に教えてもらったわけでもないけど大概こうした方があこう。 止まるんでね。こ1回でもね。なかなか上手くいきませんけどね、えー、ちなみにこれはあの裸眼でやってますよ。<laughs> あのレザーの好転の時はですね。プラモデルとかそういうのは作る時と違ってですね。えー、なんかろあの老眼鏡をかけなくても大丈夫なんですね。うん、何でしょうかね。もう手が覚えているのか、ちゃんと見えてますけどね。で、こうやってこう挟み込んでね。これがなかなかあの難儀なんですね。これこれであん,んこれちびていくるんですけどね。これがね。あの？ でまあね僕の場合はこうやって、えー、止めてますね。えー、これ本法発足公開ですかね動画でね。<laughs> えー、こうでまあこう切り目入れてね。でまあここからですねいよいよねこう <laughs> 見えないですかね編み込んでいくんですね。 これ制、あのー、作する時はあのカメラのに、ね、映るように寄せていけばいいんやろうけどそうしてたらあれなんでねこれ切りじゃないんですけどこういうものですねあの皮をあの穴を開けていくんですねこれ 4, 4つの穴を1本にこうねしてるんでね、うん、ちょっとなかなかこれ入らないですねこれね具合悪いですね。 でもこういう感じでね、まあここからはこうおあのハンドステッチのねこの長い旅が始まるんですね。<laughs> まああのまあミシンとかでねああ編めばこもうこ,このパーツさえ作ればあとはミシンでガッこうい一瞬で終わるんでしょうけどねあのボディアドレッサーはとあのこういう感じでですねあの何ですか昨日お遠くなるようなね工程でね、えー、ひたすらあ編み込んでますけどね。 えちょっとねあの画面がですねあの <laughs> 見えないですけどねちょうどカメラの位置とねこれもまたあの今後工夫していかな,なと思って、あのー、三脚も、ね、新しいやつタイプの、ねえー、購入しましたんでね、えー、ちょうど真上から見えるあのカメラを据えて、えー、ご覧いただけるように。えー なタイプのです、ねえー、三脚をですすねねこの動画を今後撮っていくであろうという時にですねやっぱりどうしても斜めからこうね卓上のお三脚に置くとこやっぱり、ね、無理も出るんでね、まあ、こんな感じでね、えー、編み込んでいきますね。はい 最初はこうも,もうもたついて、えー、しまうんですけどね、まあ、これはこれで、うんまあ、こういう工程を見てもらうということはあなかなかあないと思いますしまあねあの普通見る機会がないと思うんでねもしねこのカーザイク工とかやってる人で、まあ、僕みたいなスタイルをやってる方とかねいたらあのー、なんて言うんですか あ、こんなやり方もあるんやな。という感じの程度で見てもらえればなと思いますけどね。うん。まあ,あの？こういうやり方もね別に習ったわけでもなくてもう70年代のね。あのヴィンテージの古着からですね多分こういう風うに作っとるんじゃないやろうかな。というね。ディティールを見ながら、その想定の上でこう。僕も。 やっている感じですから、うん、こんな感じでね、えー、やってますね。で、えー、ね、まあこれはね、今からこの最後まであのあみ上がるところまでね、えー、お届け、えー、していこうかなと思いますけども、まああのー、地道にね、この、えー、ひっくり返したり、ひっくり返したり、<laughs> あのね、表向けたりねしながら、ね、このあの川とか あの最初えと同じ穴にねこう2回ぐらいこう通してるわけですねこうやってねえ同じ1つの穴にえ行って帰って行って帰ってしてるんですけどあのどうしてもねえ革の厚みもあったりとか革の何ですかレザーの,その革ひものえ特性とかもやっぱレザーによって違いますんでねあの滑りが悪かったりとか窮屈だったりもするわけですね。 うん、でその辺のねあんももももうこれはもう手が覚えてるんでね、えー、それでこうやってるんですけどね、えー、僕もね、えー、さっきまではねあのこ,うこういう放送をねこういう配信の放送がとかブログを書いたりする以外の時間は大体こんなことはしてますからね <laughs> はい。ねまあこういう こういうい時に、まあ、電話がかかったりとかしたらねパッと,とあの手を止めますけどねあの荷物がピンポーンってきたりとかね、うんまあ、こういうようなこともあってね、えー、なるべくこう打ち合わせとかの時間はね、えー、なんですかあの、まあ、あのアトリエにねあのお越しいただく時はあ大体こう何時ごろとかでねあでね打ち合わせの時間とかねさしてもらってますけどね。うん もうね、こんな感じで、えー、あの黙々とやっておりますのでね、うん、まああのー、いかがですかね、うん、あの「こんなん初めて見たわ」とかねえー、おもろいなという方はですねハートマークをね連打してもらえれば僕も嬉しいですし、えー、またねコメントも残していただければすごく嬉しいです。 あと、ね、でねまたあの、えー、なるべくおお返信させていただきますしね、うん、YouTube をご覧の方もですね、えー、なんかこうグッ,ドもグッドボタンとかね入れていただければ僕も今後の励みにもなりますしね,、うん、ねこれはハウトゥー、まあ、でもないハウトゥーまではいかへんかなこう、うん、こういう感じでね、えー、<laughs> もっとあのこうあの 正しいやり方があるのかどうかは知りませんけどね。他にもね。うん、ボビーアトレザーなりにはこういう感じですね、えー。あの？やってますね。やっぱこう革紐がですね。こうね。じれたりとかするわけですよ。あのやっぱこうこういう風にね。あの編み込んでいくときってこれをね,ね。ここでこれね,ね。直してるでしょで。テンションもね。なんとなく調整して、あの紐のね。あの引っ張るテンションとかも。 これがね。なかなかちょっと時間がねかか,かかるんですけどね。あ、徳山さんありがとうございます。見ていただいてるんですね。嬉しいです。お疲れ様です。この手間感がいいですね。あ <laughs> あ、りがとうございます。あの励みになりますよ。そうやってね。あの言ってくれたらね。こんなしていつも作っとるんですわね。ええー、<laughs> ね。あの。 こう急いでせないかんのは分かって,てもねこれ,こ,れがこ,れでこれでも結構あの急いで、えー、やってる方なんですねこれカメラ回してるから余計にね早せな早せなと思うし、ねうん、一つ一つの作業に愛情がありますよああそういうふうに感じてもらえれば嬉しいですね、えー、何もたもたやっとんねんとかねそんなって言われたらもう元も子もないですからねうん。 まああの手縫いでね糸で手縫いする場合もやっぱりこういう手間はかかりますけどね、うん、あのねこう皮をひもをこういうふうにしながらですね、うん、だいぶこうやってねこう僕もこうお話をね進めて一挙,一挙にこうね、えー、だんだんところねまあこれぐらいのねあの量なんで、ね、ここの工程はねそんなにあのお労力はあ 街なんですけどね。うん。な、こんもう、これ、ま最後までね、撮ってるんで、あの、このまま、お付き合いいただければと思います。ね、えー、で、まあ、この、ね、やっぱり、こう、いつも、僕も思ってたんですけど、この、しまい方っていうかね、この最後の、こう。エンド、どうやってやるんやろうとか、ね、祭り方っていうんですかね。うん、僕も、よくわからないですけどね。うん。<laughs> まああのー、まあ人それぞれ職人それぞれいろいろあると思うんですよねレーザークラフターそれぞれね、うん、まあこんなあのレーザーの教科書にも載ってないですからね <laughs> ああのだから、まあ、僕なりにこういうふうに止めたらええようなという方法で、えー、まああの場所場所によってちょっとそのあの多少変わるんですけどもこのハットを作る場合はですけど。 上まで編み上がったから、手元近くでやるからねあのカ,メラカメラを意識したら、ね、どうしてもあの、ね、いかないんですね。これねあカメラを意識したんですね、これ <laughs> 見えるように最後ね、まあ、ここまで編みましたということで、えー、逆に、えー、書物を残す。なるほどね、うん で、こういう感じでね、えー、僕はこうに留めてますねあの皮紐にこう紐をかかってこうやして見たら僕はあの結構あるでしょあの裁縫とかできそうでしょね僕は裁縫をあんまり、えー、やったことないですねあの小学校の頃に家庭科の時間にねあの裁縫をやったけど点でダメでしたねとだからですね あのー、裁縫が向いてないなと思ってもこういうのはでき、ね、こういうレーザークラフトが多分でき僕でででききるるうなったらできるんやろうなと思いますね、うん、ギターとかを弾く時やったらやっぱりある程度才能を感じますけどあのー、向きふ向きかなと思ったりしますけどねあのフレーズのが僕も全然弾けませんしねローコードを押さえて、えー、ジゃかジゃかやるだけですからねそれ比べたら楽器を演奏すると比べたらやっぱりレーザークラフトの方が 僕の方は障害に合ってたんかなと思います、ねうん、あとまあこういうのは知っててもねやるかやらないかだけの話だと思いますね、うん、知ってるよとできてるよというのはまたもう天と地ほどの差が生まれてますからね,、うん、ねこんな感じでね、えーまあ、これでいったらほどけないんでねでもハサミでちょきんと、ね、切りますね まあ、今こうやって、えー、ね、えー、今日はここまでね今日はここまでにし,、ね、しましょうかねこのパーツがあーちょっとずつこう上がってこの第一歩ねここ,ここを編み込んだとね次ねこの反対側も作ってですね、えー、あのねやっていくということですねはい、えー、そんな感じでね、えー、まあ6まで、えー、続いてますけどねまああのー これも、ね、えー、まずブログの方に、えー、この今までのこのこう、ね、バルファット完成への道のり動画っていうのをねブログに書いて、えー、固めてね、えー、しますんでねページとして、えー、残しておきますんでね、えー、ご覧頂ければなと思いますしまあチャプターとかをね僕もまたスクリーンショットとか撮って一眼、まあ、レフで撮ってるんでねあのまあまあいい画像にはのなると思うんでね両手がこう ね、こう使っているところとかをお写真を撮って、まあ、文章をもさらっとですけどね、えー、つまんでね <laughs> つまんで違う、うん、書いて送ろうかなとあのしようかなと思いますしね。うん、まああのー ブログとか今ね <laughs> あの今日書いて、えー、今日見てもらうというよりも、まあ、SNS とは違うん、まだ違うんでね、えー、何年にもわたって、えー、探し続けてもらうようなあそんなあ資料集になると思いますんでね、うん、すなんかこう長い目で、ねえー、ボビー・アドレザー,ーのねこのホームページがきちっとねこう管理がずっと途切れることがない限りはあのみんな見てもらえるかなと思いますしね。うん そんな感じで,ですね、えー、今日は「バルハット完成の道のり」その6、ね、次週はそうですね、えー、その続きですかね、えー、だんだん形になっていくということをですね、えー、一緒にご覧いただきながら僕の解説をつけてね、えー、お話ししていきますんでね、えー、どうも楽しみにお待ちください。それでは令和3年3月3日の、ねえー、夜をですね、えー、最高の時間を過ごしてください。 またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バーイ。